高校世界史探求、古代文明、一問一答聞き流し、この動画の問題は、学研さんの聞いて覚える世界史探求と同じものを使用しています。YouTube と問題集を合わせて使用すると、さらに効率よく学習できます。それでは始めます。テーマ1、人類の起源と文化の形成。人類の歩みは、 アフリカ大陸で始まったと考えられているアウストラロピテクスに代表される最古の人類を何というか答え、エンジン約240から180万年前に登場し火を使用することによって氷河期の環境に適応した人類を何というか答え 原人。約240から180万年前に現れたインドネシアで発見された原人を何というか。答え、ジャワ原人。60万年前頃に出現し、洞窟に住んで毛皮を着用することによって氷河期の環境に適応した人類を何というか。 答え、求人。約20万年前には、より進化した求人が出現した。ドイツで1856年に最初に発見された求人を何というか。答え、ネアンデルタール人。約20万年前に出現して世界各地に広がった、 原生人類に属する人類を何というか答え、新人人類が惰性石器を用い、狩猟、最終生活を営んでいた時代を何というか答え、旧石器時代。五の、 石臼などの魔製石器を用い、農耕、牧畜を始めるようになった時代を何というか。答え、新石器時代。獲得経済から生産経済への移行に伴って使用され始めた石器を何というか。答え、魔製石器。 フランスで発見された新人を何というか答えクロマニョン人。20世紀前半に発見されたフランスの洞結海外遺跡を何というか答えラスコー 原生人類に属する新人が洞結絵画を残したスペインの遺跡を何というか答え、アルタミラテーマに古代のオリエント世界とアフリカメソポタミア文明とエジプト文明が誕生し初期の都市国家や王国が樹立された西アジアとエジプト 小アジアを含む地域を何というか。答えオリエント前24世紀頃シュメール人の都市国家を次々に征服しメソポタミアで最初の統一国家を建設したセムゴ系民族を何というか。答えアッカド人 全19世紀初めにバビロン第一王朝を建てメソポタミアを再び統一したセムゴ系民族を何というか答えアムル人全19世紀頃シリア方面からメソポタミアに侵入したセムゴ系のアムル人が樹立したバビロンを都とする王朝を何というか 答え、バビロン第一王朝、またはコバビロニア王国。セムゴ系のアムル人が起こしたバビロン第一王朝において、全メソポタミアを支配した第六代の王は誰か。答え、ハンムラビ王。メソポタミアでは、 都市国家を支える農業や政党などの巨大建造物建設のための測量術が発展した。この政党を何というか答え、じっくらと。紀元前のメソポタミアでは、数学や農学などの実用的な学問が発達したが、ここで用いられた奇数法を何というか 答え、六十神法。バビロニアでは、シュメールで始まった月の満ち欠けをもとにして作られた暦と、季節を調整するために太陽暦を併用して、太陰太陽暦が発展した。シュメールで始まった暦を何というか。答え、太陰暦。 全16世紀初め、バビロン第一王朝を滅ぼした鉄器の使用で知られる小アジアの民族を何というか。答え、キッタイト人。エジプトにおいて、デルタ地帯の南端で栄えた皇王国時代の都を何というか。答え、メンフィス。 現在のルクソールに位置したエジプト中央国の都で新王国時代にもたびたび都が置かれた地を何というか答え、テーベ。中央国時代末期のエジプトにおいてシリア方面から馬と戦車を持って侵入しデルタ地帯を支配するほどになった遊牧民を何というか 答えヒクソスエジプトの新王国時代太陽神ラーと都テーベの守護神とが結びついた信仰が盛んとなった都テーベの守護神を何というか答え、アメンそれまでの神々の信仰を禁じて 一つの神アテンを信仰する信仰改革を断行したエジプト新王国の王は誰か答えアメンヘテプ四世アメンヘテプ四世が改宗し民衆にも信仰することを強制した唯一神を何というか答えアテン アメンヘテプ4世は、都を移し、政治改革や宗教改革を実行しようとした。この都を何と言うか。答え、テルエル・アマルナ。全13世紀にシリアの支配をめぐってカデシュでヒッタイトと戦ったエジプト新王国の王は誰か。答え、 ラメス二世。古代エジプトで最大のピラミッドを建造したファラオは誰か答え、クフ王。古代エジプトの神殿や墳墓に残された象形文字を何というか答え、神聖文字。または、ヒエログリフ。 シャンポリオンはある石碑の研究から神聖文字の解読に成功している。この石碑を何というか。答え、ロゼッタストーン。古代オリエントにおいて内陸商業で繁栄し、ダマスクスを拠点として中継貿易を行った民族を何というか。答え、アラム人。 シドン・ティルスなどの都市国家を作り植民地の一つとしてカルタゴを建設した民族を何というか答え、フェニキア人。ギリシア人に伝わりアルファベットの起源となった文字を何というか答えフェニキア文字 全13世紀頃モーセに率いられてエジプトの地からパレスチナへ脱出しやがて前1000年頃王国を建設したセムゴ系民族を何というか答えヘブライ人出エジプトを観光しシナイ山で神から実戒を授かった人物は誰か 答えモーセイスラエル王国は二大王三代ソロモン王の2人の王のもとで繁栄した二大王は誰か答えダビデ王前1000年頃ヘブライ人は王国を建設しダビデ王とその子の時代に大いに繁栄することになった。 ダビデ王の子で三大王となった人物は誰か答え、ソロモン王。ユダ王国を滅ぼし、ヘブライ人のバビロン補修を行った時のシンバビロニアの王は誰か答え、ネブカドネザル二世。 ヘブライ人の間では、唯一神を信じる一神教が生まれ、救世主を待望する観念が生じた。この唯一神を何というか。答え、ヤハウェ。ユダヤ教は、救世主の出現を待望し、ユダヤ人のみが救われるとする思想を特色としている。この思想を何というか。 答え、先民思想。オリエント文明の影響を受けて誕生した東地中海沿岸の青銅器文明を何というか。答え、エーゲ文明。前2000年期前半に最盛期を迎えたエーゲ文明を代表する文明を何というか。 答え、クレタ文明またはミノア文明クレタ文明の発見につながるクノッソスの宮殿の発掘を行ったイギリス人は誰か答え、エバンズエーゲ海周辺において全16世紀頃からペロポネソス半島を中心に栄えた文明を何というか。 答え、ミケーネ文明。エーゲ文明においては、クレタ文明記に千文字 A が用いられた。さらにそれをもとにして作られ、ミケーネ文明記に用いられた文字を何というか。答え、千文字 B。千文字 B を解読したイギリスの建築家は誰か 答えベントリスントロイア遺跡を発掘しジョ叙事詩イリアス」でも歌われた「トロイア戦争」が実在したことを明らかにした19世紀のドイツ人考古学者は誰か。答えシュリーマン古代オリエントの統一は前7世紀前半に ある国によって達成されたが、前6 1 2年には非政府民の反乱により国は崩壊し、四つの王国に分裂した。このある国を何というか答え、アッシリア王国。アッシリアの最大半島を築き、首都ニネベに大図書館を建設した王は誰か 答えアッシュル・バニパルバビロニアに全7世紀後半にカルデア人によって成立しネブカドネザル2世の時代に最盛期を迎えた王国を何というか答えシン・バビロニアまたはカルデアアッシリアが前6 1 2年に滅ぼされると この地はエジプトリディア新バビロニアにある国を加え四王国分立の時代を迎えた残り一つのある国を何というか答えメディア交易路の支配によって栄えメロエに遷としてからは進んだ製鉄技術と商業で繁栄した エジプトを除くと最も古いアフリカ人の王国とされる国を何というか答えクシュ王国。テーマ3南アジアジの古代文明全1500年頃、中央アジアからインド西北部のパンジャーブ地方に侵入したアーリア人によって征服された先住民を何というか 答え、ドラビダ系インダス川中流域に位置するパンジャーブ地方にあるインダス文明の遺跡を何というか答えハラッパー、インダス文明が衰退した後、前1500年頃に移住して東北インドへと進出し 農耕を開始して定住していった民族を何というか答え、アアーリア人前1500年頃から牧畜民のアーリア人がアフガニスタンとパキスタンの国境付近にある峠を越えて西北インドに侵入したこの峠を何というか答えカイバル峠。 アーリア人の征服、定住以降、インドではバラモンを最上位とする身分的観念が形成された。この身分的観念を何というか答え、バルナ製。アーリア人の社会において自然心に対する賛美を歌った、インド最古の聖典を何というか 答え、リグデーだ。テーマ4、中国の古代文明。中国の新石器時代において、紀元前5000年から前3000年頃に黄河中流域に展開した行商文化で使用された土器を何というか。答え、サイモン土器。または、斎藤 全三千年期に黄河中華流域を中心に形成された黒糖を特徴とする文化を何というか答え、流山文化、または論山文化。王都の遺跡は確認されていないが、詩書の上で中国最古とされる王朝を何というか 答えか現在亀の甲羅や柔骨に刻まれた出土文字資料によってその実在が確認される中国最古の王朝を何というか答え陰陰は漢字の起源の一つとなった文字を用い精巧な青銅器を祭祀に使用していたこの文字を何というか 答え甲骨文字古代に銅に鈴などの金属を混ぜることで高度が強化されることが発見されてある金属製の器物が武器に用いられるようになったこの金属製の器物を何というか答え、銅器全11世紀半ば陰を倒し 一族や後進に領地を与えて諸国とした王朝を何というか答え州現在の西安付近に位置する西州の都を何というか答え後継諸は国内を統治するにあたって 王と諸侯との間に報道を介在させた制度を採用したこの制度を何というか答え封建制度宗は王族や後進各地の土着の主張に報道を与えて諸侯とし軍役と奉能の義務を負わせた王や諸侯の下に従った家臣を何というか 答え、周王朝は前8世紀前半に新たに即位した平王が都を移したとされこれがいわゆる唐州時代の始まりであるこの都を何というか答え落遊 州は前8世紀に都を後継から落遊に移した。これ以降を東州と呼び、後半を戦国時代と呼ぶのが一般的である。これに対し、東州の前半を何時代というか。答え、春秋時代。春秋時代に唱えられた、周王朝を尊重して遺跡を打ち払うというスローガンを何というか。 答え、尊王上位。三家が真の国土を三部し、前403年周王によって三家が諸侯と認められた。これより戦国時代が始まり、周は一諸侯に転落したが、この三家を答えよう。答え、勘、義、長。 前4 0 3年以降の中国は有力諸侯が自ら王を名乗って自立するようになり各国が勢力を競い合う時代が続いたこの時代の先頭に立った一連の強国を何というか答え、戦国の七遊春秋戦国時代には諸子百科と称されるさまざまな思想家や学派が登場した。 孔子を外する一派を何というか。答え、儒家礼に基づく自己抑制と他人への親愛の情である仁を基本理念に据え、集大を理想とした人物は誰か。答え、孔子 孔子の後継者として生前説を唱えた戦国時代の思想家は誰か答え、孟子孔子の教えを継承、発展させた孟子が唱えた思想を何というか答え、生前説聖薬説の立場から 礼による教科を説いた儒家の人物は誰か答え、荀子。荀子は礼による規律維持を強調した立場を取った。この思想を何というか答え、誓約説。儒家の人の思想を批判し、 家族を超えた博愛主義や諸国間の戦争を否定する非戦論を唱えた諸子百科の一派を何というか。答え、儒家の教えを人為的だと否定し政治の秘訣は無意自然にあるとした老子や宗子を外する一派を何というか。答えどうか。 道家は儒家の教えを人為的なものとして政治の要諦は銅に従ってあるがままの状態に逆らわない無意自然に基づくべきだと主張した宗氏に並び道家の代表とされる人物は誰か答え老子神は昭王を採用して国力を強化した昭王に代表される 法治主義を唱える一派を何というか答え、法家特治主義の儒下のほかには成文法による法治主義を主張する法家などが有名であるが兵法戦略を解く一派を何というか答え陛下 春秋戦国時代に現れた外交戦略を各国に説く一派を何というか答え、重大化戦国時代に合唱策を提唱し秦に対抗するための六か国同盟を成立させたが後に連行策に敗れ失脚した人物は誰か答え 祖神テーマ5中央アメリカのユカタン半島を中心に栄え精密な歴法絵文字二次神法に基づく数学など独自の文化や宗教を発達させた文明を何というか答えマヤ文明 メキシコ高原において北方から南下してきた民族が14世紀に古城の都テノチティトランを築いて発展させた王国を何というか答えアステカ王国15世紀標高3000メートルを超える高地の都市クスコを拠点として急速に勢力を拡大し アンデス一帯を勢力下に置いた帝国を何というか答え、インカ帝国。テーーマ6中央ユーラシアの騎馬遊牧民古くから騎馬遊牧民が活躍した南ロシアの草原地帯からカザフ草原モンゴル高原を経て中国に至るルートを何というか。 答え草原の道紀元前7世紀から前3世紀頃に国海北岸の草原地帯を中心に形成され独特の動物文様を持つバグや武器に文化的特徴がある遊牧国家を何というか答えスキタイ酵素を破り 漢に効能させ郷土の全盛期を築いた人物は誰か答え、突前雨5世紀にササン町に侵入し突血と結んだササン町に滅ぼされた遊牧民族を何というか答えエフタル。 6世紀の半ばモンゴル高原から起こったトルコ系民族が大遊牧国家を作ったが583年に東西分裂したこのトルコ系民族を何というか答え「突厥。中央アジアに大遊牧国家を築いていた突厥が7世紀に随、唐の攻撃によって衰えると 8世紀の半ばに同じトルコ系民族が草原地帯の支配者となったこのトルコ系民族を何というか答えウイグル古くから国際交易で活躍しゾロアスター教マニ教などを中央アジアや中国などに広めた民族を何というか答え ソグド人テーマ7秦の統一と漢の成立中国を初めて統一した秦の都を何というか答え漢陽中国を初めて統一して中央集権体制を敷いた秦王の政は 自ら光り輝く神という意味の呼称を名乗ったこの呼称を何というか答え始皇帝始皇帝は政治の面では放火の政治家を用いて儒学者を弾圧し皇帝権力の絶対化と中央集権化を推進した始皇帝に徴用された放火の人物は誰か 答え、理師。真の始皇帝が施行した行政制度を何というか。答え、軍県制。全3世紀、真の始皇帝は思想、言論の統制を行い、皇帝権力の絶対化を推し進めた。この思想、言論統制を何というか。 答え、紛書・皇寿前3世紀末からモンゴル高原を中心に遊牧国家を築き万里の頂上地帯を挟んで中国側と対立した民族を何というか答え、強始皇帝の死後前2 0 9年に中国史上初の農民反乱が起こり これを契機に各地で反乱が起き、秦は統一後わずか15年で滅んだ。この農民反乱を何というか。答え、陳将、五皇の農民反乱。劉邦と名門の出である皇羽が力を伸ばし、秦を滅ぼした。その後、4年間の激闘の末、劉邦が中国を統一し、 漢王朝を起こした。皇吾の生まれの国を何というか。答え、そう。全三世紀後半、新末の混乱の中で農民出身の人物がその名門出身の皇吾と覇権を争ったが、皇吾に勝利して漢を建国した。この農民出身の人物は誰か 答え、劉邦、または鉱祖。始皇帝の死後、農民出身の劉邦と、祖の武将である項羽とが力を伸ばし、戦いの末に劉邦が中国を統一して王朝を建てた。この王朝を何というか。答え、勘、または全勘。 漢では当初軍権制と封建制を併用する制度が施行され封建された諸公王は領域内の政治や経済に大きな権限を持ったこの制度を何というか答え、軍国制。前漢の時代各地に領土を与えられた諸王の勢力が伸長し 六大皇帝が彼らの勢力を抑圧したので反乱が起きたこの反乱を何というか答え御祖七国の乱前2世紀後半前漢の第七代皇帝が大規模な対外遠征を行ったまたその時代には儒家が登用され儒学が漢学となった。 この第七代皇帝は誰か答え、武帝。前漢の武帝の時代には地方長官が有能な人材を推薦する制度が取られたが、地方豪族の指定が推薦されるという弊害を生んだ。この制度を何というか答え、長距離戦。 前貫は武帝の時代に大規模な外政を行ったが財政は急速に悪化したこれに対処するため武帝は新たな貨幣を鋳造したこの貨幣を何というか答えご主選前貫の武帝が行った特産物を凍納させ その物資が不足している地域に転売する財政打開策を何というか答え、金輸。前官の部帝が採用した物価が低いときに物資を買っておき、物価が上がったときに売り出す政策を何というか答え、平準。 全2世紀後半、強度に追われた月子がバクトラ周辺に侵入して建国した。この月子の勢力を何というか。答え、大月子。前漢の武帝は南越国を滅ぼして、現在の関東省北東部に軍を設置した。この軍を何というか。答え、 南海軍朝鮮半島西北部に存在したが前108年に武帝の治世にあった全漢によって滅ぼされた独立王国を何というか答え英史朝鮮全漢の武帝の時代朝鮮半島には 平壌付近に設置された軍などを合わせて4つの軍が置かれ中国の直轄地となった。平壌付近に設置された軍を何というか。答え、楽郎軍。全漢末期に外籍として実権を握り全漢を滅ぼして自ら帝位についた人物は誰か。 答え黄毛前漢王朝の外戚として権力を掌握した黄毛は事実上の前漢最後の皇帝となった劉英を追放して皇帝に即位したこの時成立した王朝を何というか答え真黄毛の現実離れした統治政策は 社会の混乱を招き、農民反乱や豪族の放棄が起き、清は15年で崩壊した。この時の農民反乱を何というか。答え、赤日の乱。新末の戦乱に乗じて勢力を拡大した菅室の一族で、中国の再統一を成し遂げて漢を復活させた人物は誰か。 答え、劉州、または、後武帝。五冠がタリム盆地を支配するにあたって活躍した91年に再域と後に任じられた人物は誰か。答え、班長。五冠の時代の166年には、 ローマ皇帝の使者と名乗る人物がベトナム中部に至ったということが、ご感定に記されている。この記録には、ローマ皇帝は何と記されているか答え、大神王アントン。五勘末期に起こった、宦官が豪族出身官僚を弾圧、排除した事件を何というか 答え唐古の金五冠末に黄金の乱を引き起こした太平道の創始者は誰か答え聴覚中国には宗教を中核とする秘密結社が多い五冠末に黄金の乱を起こした秘密結社を何というか 答え、太平道。五冠に長領が起こし、その後の道教の源流となった宗教結社を何というか。答え、五渡米道。五冠王朝の儒者である馬友及び上元が確立した儒教経典の整理やその注釈を行う学問を何というか。 答え、訓子学。太古から武帝の時代までの中国の歴史を記述した「式を表した人物は誰か。答え、芝仙。その後の司書の藩となった「漢定」を編纂した人物は誰か。答え、 半個。五感の漢岸で皇帝に紙を献上し、政治法の改良に寄与した人物は誰か。答え、サイリン。日本に関しては一世紀、皇武帝が印寿を名の国王に授与している。この印寿に刻まれた名は何か 答え、菅野和の名の国王。テーマ8、義真南北朝時代。義の曹操は天下統一を進めたが、208年、劉備、孫権の連合軍に敗れた。この戦いを何というか。答え、石壁の戦い。 三国時代、漢の皇帝から禅让によって皇帝に即位した曹丕が建てた国を何というか。答え義。三国時代において劉備が建てたが最も早く滅亡した国を何というか。答え蜀。職 劉備が建国した諸区の都で、現在の四川省の中心都市にあたる地を何というか。答え、成都。三国時代、江南を基盤とし皇帝を名乗った孫権が建てた国を何というか。答え、 黄金の乱の後、河北地域で曹操の子の曹妃が洛陽を都とした義を建国すると、長江下流域では孫権が五を建国した。この後の都を何というか。答え、賢行。三国時代、義の禅城によって信を立て、五を滅ぼすことで統一を達成した人物は誰か。 答え柴中国を統一した神だったが帝室内部の争いのため政権が動揺しその中から騎馬遊牧民が勢力を伸ばしたこの帝室内部の争いを何というか答え八王の乱精神が強度に滅ぼされた後 江南で東進が復興した。この王朝を復興させた皇族は誰か答え、芝英。五個諸民族に追われた聖神の一族は、三百十七年に健康を都とする国を建てた。この国を何というか答え、刀神。 疑心南北朝の時代には、郷土などの遊牧諸民族が河北地方に拡挙した。この遊牧諸民族の総称を何というか答え、五個。五個十六国の五個について、郷土、戦費、欠、京、残すもう一つの民族を何というか 答え郷土の中から現れた龍炎は郷土の栄光復活を旗印に精神の支配から独立して騒乱の時代の口火を切ったこの時代を何というか答え、5個16国5世紀前半戦費の立てた北魏の皇帝のうち コウ氏を徴用して道教を広め、河北を統一したのは誰か答え、大部帝。不老長寿と原世利益を願う道教を体制し、道教を国教とした大部帝に徴用された北義の人物は誰か答え、コウ氏。 近伝制などを施行し、落葉に占とした北魏の第六大皇帝は誰か答え、高文帝。北魏で取られた古服や戦費後を禁止するなどの政策を何というか答え、漢化政策、または中国化政策。 正義を継承し陶器にとって変わった北西を併合した国を何というか答え北州刀身の武将であった劉勇が420年に建てた国を何というか答えそう。 五個諸民族に追われた精神の一族は、三百十七年に東身を建国した。以後、創以降、漢族の南朝小王朝が交代していった。南朝のうち、生の禅城を受け即位したが、その後、陳に倒された王朝を何というか。答え、両。五百八十一年。 楊剣によって建国された隋が589年に南朝の王朝を滅ぼし、三国時代以来ほぼ分裂時代が続いた中国を再統一した。隋によって滅ぼされた南朝最後の王朝を何というか。答え、陳。三国時代から439年の北義の河北統一以降、 河北と江南に統一王朝が並存した時代を何というか答え、義神南北朝時代。三国時代の義で施行された人材を教理の評判によって評定し、それに対応する官職に任命する制度を何というか答え、九品中生。 義親南北朝時代において名門の家柄が高級な感触を代々独占し特に東信南朝では貴族文化が花開いたこの名門の家柄を何というか答え門伐貴族または貴族義で導入された 国家が勧誘地に集団工作者を置いて工作させる制度を何というか。答え、屯田制。北魏の公文帝は中国古代の官僚的政治支配を取り入れ、国家が農民に年齢に応じて土地を支給するという土地制度を実施した。この制度を何というか。 答え、近伝制。北魏の公文帝は存落制度を定め、近伝制の実施のために戸籍の調査や税の徴収を行わせた。この制度を何というか。答え、三朝制。伝園詩人と言われ、 ききょの字など、陸長第一と評される詩を残した刀身の詩人は誰か答え、刀延命または、刀船。両の照明大使が編纂した詩文集を何と言うか答え、門前。 画星と称された子賀石が描いた絵を何と言うか答え女子神図疑心南北朝期、天子道は神仙思想を取り込んで広範囲に流行した一族が天子道の信者であったと言われる「蘭亭所」で有名な刀身の書家は誰か答え 大義士五感末期各地に農民反乱が起こって社会不安が増大すると儒教は衰退し疑心時代には老僧思想が歓迎されたこの時代に流行した哲学議論を何というか答え聖談 4から5世紀の河北では仏教は多くの人々に受け入れられた。熊ューと同様に仏教の布教に勤めた西域出身の僧は誰か。答え、仏都町、または、ブドチンが。陸路で直接インドに行って仏教を学び、帰りは海路で東南アジアから関東に入り、その旅行の様子を、 木にまとめた刀身の僧は誰か答え北前漢の武隊により軍が置かれ「伐甲窟」と呼ばれる石窟寺院があるオアシスト氏を何というか答え「敦煌」。 5世紀の北魏の時代から造営された大道近郊の都市の石窟寺院にはガンダーラ美術やグプタ美術の影響が見られる。この都市を何というか。答え、運行。北魏の洛陽戦都から唐の幻想時代までに造営されたとされる洛陽南方の都市では、 巨大な石窟寺院や十数メートルにもなる巨大な石仏が建造されたこの都市を何というか答え龍門4世紀ごろ神官を統一した国は慶州を都として次第に発展唐と組んで百済コウクを滅ぼし676年に古代三国を統一した。 この国を何というか答え、新羅。4世紀の朝鮮半島南西部で馬艦を統一して成立した国を何というか答え、くだら。朝鮮半島の諸国など、 周辺諸国が中国の皇帝に施設を送って貢ぎ物をする外交を何というか答え長貢。テーマ9隋東北朝の北州出身で南朝の鎮を滅ぼして隋を建国し中国の統一を果たしたのは誰か 答え、要件、または、文帝。隋の文帝は南朝の鎮を滅ぼして中国を統一し、都を置いて改革を推し進めた。この都を何というか。答え、大工場。文帝が建設した大運河を拡充して、 河北と江南を結ぶ大運河を完成させた隋の第二代皇帝は誰か答え、羊代隋の要件に始まる管理登用制度は、唐から宋へと継承され、現では一時的に中断しながらも、新末まで存続した。この制度を何というか 答え、隋末の混乱に乗じて挙兵し隋の協定から禅譲を受けて塔を建てた人物は誰か答え縁、または祖隋末の混乱に乗じて挙兵した李縁が618年に帝位について建てた王朝を何というか。 答え「唐」唐の支配体制の基礎は第二代皇帝の時に固められその知性は上官の地といわれるこの第二代皇帝は誰か答え「大僧」または「理世民」。 国力充実を背景に唐の第二大皇帝の大宗の治世は後世において称えられた大宗の治世は何と呼ばれるか答え上岸の地隋唐では疑新南北朝時代に体系化が進んだ法令の制度を受け継ぎ中央管制が整えられた隋唐で体系化された法体系を何というか 答え、律令当代の中央政府の中核となった中書省文科省少書省を総称して何というか答え、当代の少書省に所属した理部古部礼部平部警部公部を総称して何というか。 答え、陸部。当は、農民に区分田や営業田などの土地を支給することによってうよう、蝶の税を徴収した。この制度を何というか。答え、近殿制。当は初期には、正義に始まった徴兵による制度を整え、 兵役を負担させた。この制度を何というか答え、不平成東大では農民には営業伝と区分伝を与えその代わりに農民から阿波や県府などの税を徴収したこの税制を何というか答え祖長陽 唐は中央に参照と陸部を置き、地方ではある制度を採用し、さらに周辺民族の統治のために都護府を設置した。当代の地方統治制度を何というか。答え、集権制。唐は、服属した異民族に対し、間接統治策を取った。この政策を何というか。 答えキビ政策中国の皇帝が周辺諸民族の君主を包うずることで形成された東アジアの国際関係を何というか答え作法体制唐の時代武功異功一族による政治によって朝廷の政治は混乱し 元想が即位して立て直しが図られた。この混乱期を何というか。答え、部位のか。唐において、定位について、一時的に国語を衆と称した高層の皇后は誰か。答え、側転武功または武側転。 元宋は部位の下で乱れた政治を立て直し、知性の前半は中高期を迎えた。元宋の知性の前半期を何というか。答え、戒厳の地。当庁は、徴兵による不平成を放棄し、傭兵による平成を採用した。この平成を何というか。 答え、母党の時代辺境で防衛にあたり地方の権力を握るようになった軍職を何というか答え、節度子元宗の寵愛を受けた妃の一族が実権を握りそれに対する反発から節度市の安禄山が反乱を起こし 唐の誠意が衰え始めた。この妃は誰か答え、楊貴妃。唐朝の元僧は晩年になって政治に熱意を失い、楊貴妃を寵愛し、楊氏一族を養殖につけたりしたため政治が乱れた。これを機に起こった反乱を何というか答え、 安氏の乱党は財政再建のために土地資産に課税して夏、秋の2回徴税する新しい税制を導入したこの税制を何というか答え、領税法党は9世紀後半に起こった反乱によって壊滅的な打撃を受け その後、摂土師の修繕忠によって滅ぼされた。この反乱を何というか答え、高騒の乱。高騒の乱に参加し、唐に基準して摂土師となり、後に唐を滅ぼして高領を建国した人物は誰か答え、修繕忠。 東大文学では詩文が重んじられ徒歩らを頂点として投資は中国文学史上で最高の傑作とされるこの時代知選と称された人物は誰か答え李博安氏の乱で陥落した長安を見て国に破れて山があり白春にして草木不可しと読んだ 姿勢と称される人物は誰か答え、徒歩。登校期に元想と楊貴妃の秘伝を歌った、超言歌の作者は誰か答え、白易または白楽天。 唐の時代の関与などとともに、寛大より前の古文を尊重し、技巧的な文体より寛明な文体を目指した人物は誰か答え、劉草原。安史の乱に際して義勇軍を率いて戦った唐代の書家は誰か答え、岩神経。 当の時代、訓古学の集大成とも言うべき、五教正義が編纂され、これが科挙の試験のための教科書となった。この書を編纂した人物は誰か答え、供養立つ。当の時代、西域を経てインドに赴いてナーランダー僧院で学び、帰国後、大東西域期。 を表した人物は誰か答え「玄状インドから経典を持ち帰り「何回聞きない放電」を表しその後の中国仏教に大きな影響を与えた闘争は誰か答え「儀城」。 東方へ伝播し、東大の中国に伝来したネストリウス派のキリスト教は何と呼ばれたか答え、京教。北魏の頃に中国に伝わったゾロアスター教は何と呼ばれたか答え、謙教。 7世紀のチベットではトバンが建てられ、チベット文字などが生み出された。トバンの建国者は誰か答え、ソンンガ元ポ。7世紀のチベットで建国され、唐とインドの影響を受けながら独自の文化を発展させていった王朝を何というか。答え、トバン。 唐文化化をを取り入れ、漢字を高揚化し、仏教を奨励した雲南のチベットビルマ系の王国を何というか答え、難コウクリが滅亡した後、大祖縁が中国東北地方に建国し唐の官僚制や仏教文化を取り入れ日本とも盛んに通行した国を何というか。 答え、墓会。白木が唐の官僚制を導入した、社会の基盤となった特権的な身分制度を何というか。答え、国民制。唐を滅ぼした修善中は、五代最初の王朝を建国した後、息子に暗殺された。この王朝を何というか。 答え綱領唐の滅亡から宋の建国までの短命な王朝が交代し小国が分立した時代を何というか答え五大実国お疲れ様でしたこの動画の問題は学研師さんの提供により作成されています 問題集を合わせて使用することでさらに効率よく学習をすることができます。問題集ではさらに多くの問題が掲載されています。さらにスマホアプリで全問題の聞き流しが可能です。興味がある方はぜひ本を購入し活用してみてください。詳しくは説明欄にある動画をご覧ください。今後も高校生の勉強に役立つ動画をどんどん投稿していきます。よろしければ チャンネル登録をして新しい動画も活用してみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。